お目覚めかな。どそれはよかった。仲間の看病のおかげ。そうか、自己紹介がまだ。私は魔法学者エッキハルト。クレイモランに住んでいたのだが、今はここで町を。実は魔女が現れた時、私はたまたま国を離れておってな。幸運にも氷漬けを免れたのだ。君たちがシャール様から魔女退治を引き受けていることは仲間の者から聞いた。君を襲った氷の魔女リーズレットは、古の時代、高名な魔法つ神話の時代に作られ、膨大な古文書が眠るという古代図書館。古の魔法使いは、そこに魔女を封じた金。そこで私は魔女を封印する手がかりを求め、古代図書館。まあ、よかった、目が。うん、もう心配はなさそうじゃ。君も。もう、えき。そう照れるでない。まあそれはいいとして、さ。そう、じゃあ話は早いわね。エッケハルトさんと古代図書館に行って一緒に魔女を倒す。古代図書館は東の方角にあるが、南の道から遠回りしないといけ。闇の力よ。はっ、やっ。
もう終わり？闇の力よ！おケガはありませんか？若いマンには負けんぞ！あっぱれじゃ！